今日から始まったイベント旅するカヌレ、開店と同時にお客さんが続々と集まって、あっという間に行列ができました。ずっしりとボリュームのあるカヌレに、一口サイズの可愛らしいカヌレ、去年流行したフランスの焼き菓子カヌレを集めたイベントです。企画したのは年間500個以上のスイーツを食べ歩くウェブメディアササルのライターの K さんです。流行りのお菓子から長く愛されるお菓子へというのがテーマになっておりまして、この旅するというのが、まずは今回は札幌の方でやらせていただくんですけれども、地方都市とかでやりながら北海道の方々にカヌレをなんかより愛していただけるような方を増やす。旅をするように道内各地で開催予定のこのイベント、今回出展しているのは K さん本人がおすすめする札幌の6店です。週に一度日曜日に丸山で曲がりでやっているカヌレの専門店になっておりまして、こういうイベントでじゃないと日曜日以外買えないので、今回かなりレアになっております。こちらは中央区で日曜日限定で営業するカヌレ専門店。カヌレに小麦粉ではなく道産の米粉を使用しているのがこだわりです。一番ポピュラーな味、クラシックをいただきます。カリカリを超えてもガリッガリの食感で、中はプリンのような滑らかさがあって、その食感の差がすごいですね。どんなお店なんでしょうか。北海道初のカヌレの専門店になっております。店長さんの水野さんの方がフランス料理をやっておりている方でして、こんなカヌレ出すんだっていう魅力的な商品がたくさん揃っております。こちらは厚別区で営業する道内初のカヌレ専門店、元フレンチの料理人が手掛けています。名前もフレンチっぽい牛ホホ肉の煮込みカヌレ。ゴロゴロ牛ホホ肉が入ってる料理カヌレですね。その他、居酒屋の料理人が作るカヌレや日本茶のカフェで提供する一口サイズのカヌレなどが集まります。旅するカヌレは今月6日までの開催です。